見える会館メルマガこんにちは。一般社団法人会館 GP の村松大輔です。本日もですね、公式 LINE の登録者の方からご質問いただきました。時間に関してですね、この時間ってどうなってるのか、時間は私が日めくりのカレンダーにですね、 えー、自分い、時間の中に自分の意識を溶かすっていうことなんですけども、そのところどういうことですかというところでその説明に入りたいと思います。で、その感覚つかんでいただければ、皆さんが仕事とかですね、えー、試合の時とかに時間の中に自分の意識を溶かすっていうね、イメージがね、えー、ついて,いていただければと思います。では、画面の共有に入ります。 えー、こちらですね、時間に自分が解けるのはどういうことということなんですけども、公式 LINE の登録者の S さんとですね、また別で Y さんからのご質問ですと、時間の中に自分の意識を解かす。 と、会科のヘメプリカラレンダーで出てきましたが、どういうことかつかめません。ご説明をお願いしたいですという形ですね。で、いろいろ公式ラインなんですけども、ご質問いただきまして、で、こちらの YouTube 専用質問箱というところにですね、うん、えー、出していただければ、えー、その中からですね、ちょっと全員は対応できないんですけども、今ですね、本当に、あの、回答できてるのが2割ぐらいなんですけども、あのー、ここのボックスではなくって、 文章を書けるところに書いていただいても、ちょっと対応できませんので、こちらのね、えー、質問箱にお願いできればと思います。で、時間の中に自分の意識を溶かすっていうことなんですけども、以前の私はですね、まあ、そもそもの、えー、根底にあるのが、アインシュタインの高,高速度普遍の原理、光の速度ですね、高速度普遍の原理っていうところを見て、で、光にとってみれば、時間も長さも こう変わってくるんですね。光の速さから見ると、時間も長さも変わってくる。そこのところから、 この先、私の感覚です。私の感覚なので、アインシュタインではないんですけども、この自分が試合の時とかですね、仕事の時とか、なんかこう、どハマりしてる時に時間感覚がこうずれてるのが、の意識もアルバート・ポッパ博士によると、光、フォトンなので、自分の意識のところから見れば、日常の時間がずれてくるというような感じ。なので、すごくこう楽しい時ってあっという間に時間が過ぎるとか、この、やだなと思ってると時間が長いとか、待たされてる時 すごい長いとか、じゃあ3分静かにしましょうって言った3分って結構長いとか、えー、いうふうに、この自分の意識によって時間がこうずれてくるというところからですね、この時間があってそこに自分を合わせていくのが、かつて私はまあ時間に流されるとか、時間を潰すとか、えー、時間をもてあそぶとかっていうふうに、時間があって自分がそこには、あの 流されてたんですね。じゃなくて、今は時間って、まあ、ある意味、なくって、この自分が込めているで、あと時間も空間も瞬間瞬間の本当に、あの、小さな細かいビットでしかないので、時間がつながってないんですね。さっきと今と次はつながっていなくて、なので、そのつながっていない からこのつながりとつながりの点々の間に自分を入れていくような感じなんですね。で例えば、あのー、かつては昨日大阪行ってたから今日はゆっくりしようとかっていう風に昨日と今日がつながってたんですけど 昨日も今日も瞬間、瞬間、瞬間、瞬間レ、レテれれれれ何秒の間の刻みでしかないから、だから昨日こうだったから今日はこうっていう風にしてなくって、今気づいたらポンってやる、ポン、ポン、ポンってこうやるみたいなしかないんですね。そうすると、本当にこう、時間が関係なくって、自分の意識がまずあってっていう風になってます。なので、えー、時間の中に自分を溶かすっていうのが、時間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 の間に自分の意識をこう割り込ませて ですね、こう広げてるような感覚なんですね。これ本当に私の感覚ですよ。でなので、えー、仕事もあ無理じゃなくって、3時間あればこんだけのことができる。深くこう入って、3時間の中に自分をこう入れ込んで、えー、奥深くまで。こう 意識を入れるような感じですね。ちょっと伝わりにくいかもしれないんですが、時間に流されるとか、時間を持て遊ぶってなってたら、えー、逆の方向で、そうではなくって、時間ってなくって伸び縮みもできるし、うん、点々点々のこう、あのー、刻みでしかないから、そこにいかにこう自分を入れ込んでいくかということです、ね。うん、で、集中して時間、没,没頭してる時間が、この、すごくこう伸びてるような、 感じそこに自分が入ってくってていくううそそんなようなよイメージですね、えー、そこまでこう何かね、えー、お仕事とか何か自分の趣味とか水泳とかですねこの没頭している瞬間あこれが時間に自分が溶けてる感じだなという風に捉えていただければこの1週間 にね、一ヶ月ですごくこう変化してくると思います。っていうふうにね、えー、時間に流されるっていうのではなくて、時間の中に自分を入れ込んで、時間を伸び縮りさせるっていうふうに捉えていっていただければと思います。えー、関連動画はですね、こちらにつけさせていただきます。で、実際にですね、時間間隔のこのすごいズレもですね、えー、感じていただけるかなと、えー、開花通でセミナーのご案内はこちらにつけさせていただきました。よかったらチャンネル登録はこちらです。では、 今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。